はい、皆さんこんにちは、大別社長です。ウェブ制作とか、アフィリエイトとか、まあ、そういった、仕事でですね、仕事じゃ、そういったことで、会社を、まあ、何とかやっている、男でございます。はい、改めましてどうも、こんばんは、こんにちはか。はい、そしてね、そしてじゃねえ、今日ね、どういう話かというと、アフィリエイトの話をしたいと思うんですけど、まあ、いろいろさ、僕のチャンネル登録者の方って今、現状だと570名ぐらいいらっしゃるんだけど、いつもお世話になってますね、すいません。まあ、いろいろね、その確定申告とか経理の話とか、まあ、あとはまあ、しょうもね話とか、アフィリエイトの話とか、ウェブ制作の話とか、まあ、いろいろな話をしているので、まあ、今回アフィリエイトの話ですけどね、うん、まあ、いろいろなこう期待があって、僕の動画をチャンネル登録してくださってると思うんですけど、まあ、例えば経理の話を聞きたいとかね、まあ、いろいろ、まあ、そういったことを期待されている方、今いろいろいらっしゃると思うんですよ。目的人それぞれいろいろだと思うんで、そのアフィリエイトをね、あんまりちょっと興味ないなっていう方もチャンネル登録者の方でいらっしゃると思うんですけどね、うん、だけど今日はアフィリエイトの話しちゃいますけどね、はい、まあ、一番得意ですからね、しちゃうんだけど、で、うん、また経理とかのね話はまた経理の検査の方から、まあ、動画アップしますんでね、その時よろしくお願いします。まあ、ちょっと前置き長くなっちゃったけど、そのアフィリエイトの話で、まあ、アフィリエイトって言ってもね、どういう方向けの話かっていうと、まあ、ちょっとアフィリエイトのことを知ってたりとか、あと今ブログとかね運営していて、ちょっとアフィリエイトかじったことがあるけど、まあ、うまくいかなくて続けようかどうか迷ってる方とか、まあ、そういう方に、まあ、有益というか、まあ、ためになるっていうかね、あ、聞いてよかったかなっていう情報になる可能性があるので、まあ、特にそういう方はね、最後まで聞いてもらいたいと思うんですけど、うん、今日どういう話かっていうと、その巷でさ、まあ、ここ2年くらいかな、アフィリエイトを稼げないよってよく言われるようになったじゃない、 SNS とかで、うん、でそういう話を聞くと、アフィリエイトってやっぱ稼げないのかとか、難しいのかって、俺今やってるけどやっぱりうまくいかないもんねとか、まあ、そういう人いらっしゃると思うんですよね、この動画を見てくださってる方の中にも、うん、で今日はそのなんでね、アフィリエイトで稼げないって、アフィリエイト稼げないよって言われて、今そういう感じで言われているのかっていうのを、まあ、ちょっと考察してみようかと思うんですよ。まあ、実はね、今から話す話ってちょっとブログの方にも先に書いちゃったので、まあ、ブログ、自分で書いたブログの元に今話をする形なんだけど、まあ、社長の話聞くよりブログ見ちゃった方が早いわっつって、そっち行っちゃってもいいけどね、はい、まあまあそんな感じなんですけど、何の話してたっけ、稼げないって言われてるってことで、はい、で、うん、それをね、稼げない理由とは何なのっていうのを考察しようって話だったよね、うん、で、アフィリエイトで稼げなくなったっていうことはさ、そのアフィリエイト市場が縮小してるんじゃないかなって思ったりしちゃうよね。なので、ちゃんとしたデータをね見て、今アフィリエイト市場がどういう現状になってるのかっていうのをちょっと見てみようかと思うんですよね。で、ちょっとね、数字わかんねえからちょっとカンペ見るけど、ちょっと待ってね、そのアフィリエイト市場の動向なんだよね、うん、で、これね、アフィリエイト市場今、どういう状況になってるかっていうのを、市場調査してくれた会社があって、株式会社矢野経済研究所っていう会社ね、まあ、これ有名な会社で、まあ、よくね、観光庁とかから委託されて市場調査やったりしたり、そういうことをやってる、大きな会社、有名な会社なんだけど、この会社が、国内のアフィリエイト市場がどういう
ことになってるかっていうのを、市場調査してくれたのね。そのデータが、これなんだよね。はい、これ、うん、こんな感じに今市場規模の推移、こんな感じになってるんですよ。で、あの確定してる数字がね、あの2018年までなんで、それ以降がちょっとね、2019年、2020年とか、あの その辺、それ以降はあの予測の数字になってるんだけどね、うん、まあ確定してるところに限ると、直近だとね、2017年から2018年の1年間で、アフィリエイト市場っていうのは 10.2% 増加してるの。 10.2% 増加していて、これ結構数字大きいのね。2881億8000万円っていうあの規模の市場なんですよ。はい。で、まあ、ここまでが確定していて、で2019年はまだデータ出てないんだけど、見込みだとね、こっからさらに 8.7% 増えるだろうと予想されていて、でその後もね、ご覧の通り、アフィリエイト市場はどんどん大きくなっていくだろうっていう、予測になってるんですよね、うん、だから巷でね、アフィリエイトは稼げないとか言われている状況だけど、あの実際こう市場を調査してみると、あの伸びているっていう形というわけですよね。はい、なんかちょっと矛盾してるよね。稼げないって言われてるのに市場規模は伸びていると。でもうちょっとね、深掘って調べてみたんだけど、アフィリエーターの、アフィリエイトをやってる人のことをアフィリエーターって言うんだけど、アフィリエーターのね、その収入は今どういう状況になってるのか、あの良くなってるのか悪くなってるのかっていうのを、調べてくれたところがあって、アフィリエイトマーケティング協会っていう NPO 法人があるんだけど、この NPO 法人が今年の4月に、アフィリエイターを対象にしたアンケートを実施したのね。でそのアンケートの内容が、1ヶ月でどのくらいの収入がありますかっていうアンケートをしたところを、集計した結果がですね、こちらですね。はい。でこのデータね、このデータによると、アフィリエイトで1ヶ月の収入が全くないっていう人、全くないっていう人が、全体の 29.7%、 だから3割、3割の人が1ヶ月間にアフィリエイトで収入が全くなかったよって言ってるってわけ、言ってるってわけ、うん、あの そういうデータになってるの。そういうことを回答だったわけね。で、次ね、1000円未満が 15.6%、で1000円以上5000円未満が 9.3% で、5000円以上1万円未満が 6.1% っていう数字になってるんですよ。でこれちょっと分かりづらいからまとめるとね、まとめると、1ヶ月のアフィリエイト報酬が1万円未満のプレイヤーが全体の 60.7% という形なんですよ。まあ分かりやすくまとめちゃうとさ、うん、だから6割はアフィリエーターの中の6割は、1月に1万円も稼げてない、1万円すら稼げてないっていう形なのね。はい。ところがね、これ厳しい数字だけど、まあ、ところがその一方でね、50万円以上100万円未満稼いでるよっていう人が 4.0%で、100万円以上稼いでるよっていう人が 6.7% っていう形になっていて、まあざっくり言うと 10% だよね。 10% ぐらいが50万円以上の報酬がある人が 10% いるっていう形なんですよ。まあ要は10人のうち1人は10人に1人が50万円以上稼いでるよっていう、そういうデータなんですよね。はい。まあ、一応まあどんぐらい稼いみんな稼いでるのかなっていうのをざっくりイメージできたと思うんだけど、で気になるのが推移だよね。うん、今現状そういうことになってるけど、増えてんのか減ってんのか直近で、ということが気になると思うんだけど、それもね、その、この NPO 法人が調べてくれてて、でそのデータがこれなんだけど、まあ、このデータによると、このデータはね、なんだ、
なんだよこのデータは。その直近1年間のアフィリエーターの報酬の変化を、まとめたものなんですよ、アンケート結果ね。でこれによると2019年から2020年にかけて、あんた稼ぎ増えましたか減りましたかっていうのを聞いたアンケートなんだよね。要は、まあ、要は前年と比較して報酬が減ったっていう人が 4.7% 増加してるわけなんだよね。逆にね、去年より報酬が増えたよって言ってる人が 5.9% 減少しているってことなんですよ。まあ、要は稼げなくなったっていう人が増えてて、稼げるようになったよっていう人が減ってるってことなんですよね。まあ、ちょっと分かりにくいけど、うん、要するに稼ぎが減ってるわけだよ、うん、アフィリエーターのね。でここまでの、状況をまとめると、まずそのアフィリエイトの市場規模は拡大している、うん、で一定数ね、まあ、10人に1人くらいは、まあ、大体50万円以上稼げている、まあ、一定数本当に一握りね、一握りの人は、稼げている状況であると。で、稼げなくなっているアフィリエイターが増えている、まあ、こういう状況なんだなっていうのが、あのこのデータから分かるわけですね。うん、でなんでこういう状況になってるのっていう話なんだよね。だってアフィリエイトのさ、市場規模伸びてるのにさ、稼げないっていう人が増えちゃってるわけなんだよ。うん、でなんでっていうことなんだけど、まあ、これやっぱ一つはね、その企業がアフィリエイト界に参入してきたことが大きいと思うんですよね。うん、でその企業が入ってきた、参入してきた背景には、その Google のアルゴリズム の変化、あ変化じゃねえや、変更があったと、あったっていうことなんですよ。まあ要は Google っていうのは、その権威性のある団体とか企業のウェブサイトをその検索ランキング上で優遇する、そういう、決まり基準にしてしまったからね、検索ランキングをね、うん、だからその権威性がない一個人が運営しているウェブサイトの評価を下げてしまって、企業のその権威性のある企業団体のサイトが、優遇されちゃってるっていう形なんだよね、うん、だからあのこれで何か辻褄合うよね。だからアフィリエイト市場増えている、アフィリエイト市場はあの増えているわけなんだよね。だから企業が儲かってんのよ今ね、アフィリエイトで。だからあの巷でね、やっぱり個人のブロガーさんたちがあのアフィリエイトで稼げなくなったって言っているのは、まあ、あなるほど、まあそういう感じなんだろうなっていうわけですよ、はい、うん、でただね、チャンスがないかっていうと、まあそうでもないわけですよ。まあ、あの例えるならばさ、今の状況ってどういう状況かっていうと、まあ、個人商店がこうあるじゃない、個人商店、まあ、個人商店街、商店街があって、まあ、そこの個人商店街のど真ん中に、でっけえショッピングモールができちゃったみたいな、まあ、そういう状況が今のそのアフィリエイト界隈だと思うんですよね。まあ、こういうことってさ、あのリアルの世界でも、まあ、同じじゃない、うん、大型ショッピングモール入ってきて、まあ、商店街の小さい個人店が潰れちゃうとかね、よく聞く話じゃない、まあ、それと同じだと思うんですよ、うん、で、あのただね、リアルの世界でもそうだと思うんだけど、そのお、まあ、大きなさ企業が参入してきても、ちっちゃな個人商店がそれに負けじとうまく戦っているっていう状況もあったりするじゃない。で、そういう個人店ってなんで負けないで戦えるかっていうと、その大型ショッピングモールではできないことをやってたり、まあ要は差別化してるわけなんだよね。あるいはこう競合してない、もうなんていうか、やり方を全然変えちゃって、ショッピングモールとはもう違うもの、別物、ショッピングモールがやってることと違うことを、違う、まああの経営、まあ違うものになっててなんつうか違うものになってて、それがまあうまくいってるってことなんですよね。だからその大型ショッピングモールとこうガチンコで喧嘩しちゃってもやっぱ勝てないわけだから、あのガチンコで喧嘩しちゃうその個人商店が
潰れちゃうと思うんですよね。わかるかな。ちょっと説明が下手なんだけど、だからそれと同じでさ、あのアフィリエイトも一緒で、そのショッピングモール、大型ショッピングモールのような企業サイトが、あの企業のサイトがだんだん入ってきたと。で個人商店のアフィリエイターたちはどうしようってなるじゃない。でガチンコで戦っちゃうと負けるわけ。要はショッピングモールと同じような考え方で、仕事をしちゃうと、商売をしちゃうと負けちゃうわけ。だって向こうのがさ、資金力だってね、人員だってあるんだからさ、個人商店が勝てるわけないじゃない、資本からしてもさ。で生き残れるやっぱりお店っていうのは、そのショッピングモールと、まあ、競合しない形でこううまく差別化してやってるところだと思うんですよね。だから、まあ、アフィリエイトも一緒で、まあ、こういう考え方は大事だと思うんですよ。だからあの変化ができない人が稼げなくなっちゃって、変化うまく変化した人が今も稼いでるっていう形だと思うんですよね。まあ、あのじゃあどうやって変化したらいいのかっていうのを、まあ、ブログにもちょっとまとめてあるんだけど、まあ、ちょっと長くなっちゃうからね、まあ、次回の動画とかにね、あの今後の動画であの詳しくまた説明していこうかと思うんですけどね。はい、というわけで、まあ、ちょっと長くなっちゃうんで、今日の話はあのここまでで、続きは、まあ、次回できればなと、考えてます。はい、まあ、こんなわけでね、あの僕の動画では、アフィリエイトとかウェブ制作とか、あと確定申告とか経理とか、まあ、そういった、仕事周りの動画をアップしているので、一緒に頑張っていこうって気持ちになった方は、グッドボタンとかチャンネル登録とか、ね、よろしくお願いします。というわけで、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。